サローは、スペインカタルーニャ州タラゴナ県のムニシピオ、地中海に面したコスタドラダの中心的な観光地である。1530年代に作られたトレベリア現在の仮説によれば、フォキスから来たギリシャ人によってサランリオが紀元前6世紀に作られた。初めてこの年の海洋の仕事について記したのは、4世紀ローマの記述家アベーノである。この本は、 紀元前530年から紀元前500年の間に書かれたギリシャの文章を元としており、ジブラルタルからマルセイユまでのスペイン地中海岸について地理的な記述をしている。ローマ時代の都市名はサラウリスであり、ヒスパニアキテリオール有数の海港の一つだった。ムーア人のイベリア半島征服によって、人々は都市を捨てて去り、長い間打ち捨てられた。 レコンキスタが弾みとなってサローは再び繁栄し始めた。1211年、タラゴナ大司教区内の大管区となった。サローの天然港としての例外的な役割によって、この地はアラゴン王国有数の海港へと急速に変貌し、この状況は19世紀まで変わらなかった。カタルーニャ商船がマリョルカにいる、サラ先人海賊によって襲撃されたため、バルセロナ、タラゴナ、 トゥルトーザの商人たちが王に性伐を要請した。1229年9月、アラゴン王ハイメ一世は、アラゴンカタルーニャ連合軍を率いてサローを出港し、レコンキスタを果たした。海賊による略奪が住民を脅かすことから、1530年にタラゴナ大司教が防衛用にトレベリアの建設を命じた。収穫人戦争中の1649年。 フェリペ四世の将軍、ガライは、レウスを占領し、バルセロナの民兵や、カタルーニャ側についたフランス軍に悪用されないようにさ、ロウの監視塔を破壊した。1673年、タラゴナ大司教は、自治体としての特権をサロウに与えた。これにより、サロウとサロウ公は、独立した存在となった。1858年、三崎の突端に灯台が設置された。 20世紀初頭、サロ港は、世紀の半ばまで衰退し、港での操業を禁じられた。このためサロは、商業、リゾート港への転換を図った。ありがとうございます。